お前の頼みなら聞かなくともわかっている。わしの霊術は汚らわしい泥棒などに施すことはできん。ちっ、相変わらず頑固だね。頼もしいものさ。その実さ、私に譲ってくれりゃ、どんなお城の奥深くだって、どんな厳重な金沿いだって入れるんだもん。そうすりゃ、ねえ、おじいさんだって宮殿のような素晴らしいお家が建ててあげられるし、世間からは市神様のように崇めさせてみせる。誰だってこんな素晴らしい霊術者を神様と思わないやつあるしな。私はいつまででも待ってますよ。その資料とならゆっくり話をするがいい。だが取りつかれたらそれっきりだぞ。
どうみなくうなりと証券して一切の苦役を脅すしゃれし式は空に異ならず空は式に異ならず式すなわちこれ空空すなわちこれ式受創業式もまたまた格のごとししゃれしくの称は空想にして称ぜぬ滅せず明かつかず広がらずまず現ぜずこの家に空中には。だってこんな素晴らしい霊術師を神様と思わない誰しも。何謎に。これに限るよ。さすが横山だ。うん、これでまた当分飲める。大阪屋の愚痴潰しでもか。Thank you.
だって不意に鉄砲玉をくれちゃおたまりこびしがありゃしないよ。おやおや、かわいそうにくだばっちゃったんだね。しっかりおしよね。え、江戸川乱山でなくて、お気の毒だな。だがあいにく、いいなずきの女が他の男と相引きしてるのを指をくわえて見ているほどこの高木文七郎、お人よしにはできてはおらん。このことがもしお前の親父の鉄心祭に知れたら、どんなことになると思う。おそらく役子さん、自分の娘でありながら生かしちゃおかないだろう。我々お互いの家と江戸川の家との恐ろしい因縁をお前は知らないのだ。え、因縁？だがこれは秘密に属することだ。そのうちに寝物語に聞かせてやらな。ははははは。江戸川の南波一刀流も、これにかかってはいささかもろすぎました。確かに、打ち止めてくれましたな。それはもう、山山無事の法術一発に極まって、我らの両党も不良に苦しまざるを得ませんでしたよ。いや、お手柄お手柄。あんな若造にな、短い追い先を脅かされていたんでは、たまったもんではないわ。高木さんも新井さんもこれでひとまず安心というものじゃ。これはな、少ないが当分の飲み代代だ。これはどうかおんに。ああだ、遠慮なく取っておきなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。では頂戴いたします。拙者が預かろう。今日はな、くつろいで一つやりましょう。ああだ、無礼講じゃ、うんとやってください。ありがとうございます。笠山様のご協力です。いや、恐れ入ります。役をなりと証券して一切の苦役を脅す。さりし式は空にことならず、空は式にことならず、式すなわちこれ空、空すなわちこれ式。主創業式もまたまた格のもとし、さりしこの処方は空想にして、小説滅せず、赤塚ず、清からず、正ず、厳然。この家に空中には色もなく、呪創業式もなく、厳に美術陣にもなく、式証拠未速報もなく、限界もなくないし、意識界もなく、無臭もなく、また無名を作ることもなく、ないし、老子もなく、また老子を作ることもなく、死を滅動もなく、血もなく、また徳もなし、素朴な気を持っての家に菩提去った。あんにゃはらみったによるが家に心、軽下なし、軽下な気が家に空あることなし、一切の天道無双を恩利して涅槃を屈強す。三世の諸仏、あんにゃはらみったによるが家に、あのくたら三脈三菩提を得たまえ。生の執着によって現世の義務を果たすためによみがえった。ご主だ。わしの霊術は従来死人の霊を呼び戻すのにとどまったが、まこそ肉体を伴うことができた。ご主だ。
滅の霊魂はその肉体とともにいかなる現世の迫害をも退けるであろう。望みを遂げた上は再びここへ帰れ。ねえ、私いつかお前さんに心のありったき打ち明けようと思ってたんだよ、ね、わしの心を引く者は不朽より他に何者もない。もう一人忘れてやしないのか、新井鉄心斎の娘をさ。ねえ、高木の赤さん、あま、食べてやったんぜ。江戸が可愛くてか。江戸の…あらやら、今頃水車のあたりを堂々巡るしててじゃろ。ところで、さっきの秘密ってやつを聞かせてもらってもんでね。ねえ、あらな、聞かせたらないよ。よ、いや、言わねえとなるとね、余計聞きてえのが忍者だ。ねえ、あら、それほど聞きたきゃ話してみやるが、あまり人に喋るんじゃねえぜ。よ、あらもんだよ、ちゃんと。この町に今から25年前、井戸屋十兵衛って大物持ちがあったんだ。ところがおめえ、悪いの十兵衛は密貿易をしたってんで、牢屋入りの挙句、一服もらりって与田筒になるし、一家はちりぢりバラバラだ。なるほどね。で、そのからくりをやったのが、今の大阪屋五兵衛。あいつがその時の悪番頭さ。それに、あの女の親父の、新井鉄心斎で、もう一人が俺の親父、町与力高木平左衛門さん。悪いやつ。何だと？いや、割にこんがらがってる話やで、そうすると江戸がおらんだってな。敵討ちに舞い戻った江戸川のせがれだ。それでさ、なんか江戸川とあの女さ、敵と知ってるわけ。そうよ、先に惚れるなんてよっぽどどうかしてら。これは銀八、気をつけろよ。秘密を知ったってことが親父殿に知れると命がねえぜ。おう、どうもおかしな具合だぜ。一緒に食べたわしがどうものうて奇妙なことがあるもんじゃのう、新井さん。日頃目をかけていた用心棒を惜しいことをしたな。はい。旦那様。うん、高木様がお越しでございます。何、高木様が。はい。おお、よし。はい。これはお役目ご苦労に存じます。大阪屋、そんなことをしてかしたもんじゃな。あんたんところの腕利きの用心棒を3人まで失うということにおいては全く力落としじゃろ。ほら玄庵、はい、この被害を入念に取り調べろっていかんぞ。はいはい。どうもご苦労様で。おお、新井おったのか。いや、ご苦労じゃったな。
き上がり物を拝見いたす。武道の鑑定ではこの蝠蛾の血を毒に違いないと思います。蝠蛾という魚は古来無双の人命を奪っております。ではなぜ主の御兵は当たらなかったのかね。それは人それぞれの体質によるとでも申し上げられるかはございません。なるほど、蝠蛾の中毒。蝠蛾の中毒とあっては咎め立てもなるまいの大阪屋。あ、はい。蝠蛾は気をつけなくちゃいかんぞ。この浪人とて親類縁者とてもあるまい。あと年頃に葬ってやれ。なんともお騒がせ申しまして。玄関の取り調べ疑い晴れた。一度引き上げ。お前たちも下がっていなさい。はい、はい。やれやれ、これで万事滞りなく。大阪屋、はい、気候は相変わらずすごい腕だな。まずお互いは枕を高くして寝られます。うん。いや、いずれご奉行にお目にかかろう。さようでございますか。あ、高木夫人。ん？かようなところで言うのもいかがじゃが、お手前のところの文七郎じゃが。どうも近頃のありさま。ん？文七郎の素行が悪いから年恵をくれんとでも言うのか。いや、割って言えばもう少しなんとか収まらぬものかと。わらゆうじ、鉄心斎、貴公の娘は無垢の乙女だとでも思っているのか。高木、年恵がどうしたと。江戸川との噂を知らんか。知らぬは親父ばかりかな。黙れ。あれは大阪屋とも示し合わせておとりにしたまでじゃ。さればこそ知るよ。いや、好都合に行ったではないか。たとえ何て言おうとも、仇の種を宿している花嫁はこちらがお断りじゃよ。うん、よく言おうた。その一言忘れるな。何だと。何を。まあまあ、いわば仲人同様のわしをのけ者にされては困る。それにそんなことでいがみ合うようなお互いの仲ではないはずです。25年前のことを忘れてはたとえ敵が亡くなっても安心はなりませんぞ。それに今日は江戸屋十兵衛の命日ですぞ。
待たせたな。宣告のお話、本当でございますか？何が嘘なもんか。お前の親父も俺の親父もその頃井戸屋の用心棒だったんだ。さらジタバタしたって、さといい、泣こうがわみこうが、どうにもならねえ。やっつまいやっぱり先生でした。日本娘の絵まだ描けませんか。美人がやかましく言って困るんですよ。諦めて冗談じゃありませんで、今さら。じゃあ一両高く買いましょう。じゃあ仕方がありません。2両どうです2両3両1分、3両2分、3両3分、思い切って5両どうです。5両約束の10両と合わせて15両ですぜ。たった1枚の絵に対枚15両出そうってのです。こんなの断ってお前さん、これから先秋は名所だ。死んで約束が果たせるか。
つけとくよ。はい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 。ああ、びっくりした。なまんだ。なまんだ、なまんだ。なまんだ、なまんだ。なまんだ、うち、なまんだ。私はね、20年ほど寿命が縮まりました。まともに生きてたって、2、3年がせいぜいだ。なんやて？幽霊がね。お前はまだ幽霊を見たことがないからそういう口が聞けるのじゃ。芝居じゃあるめし、今のご時世にそうやすやすと幽霊が出てたまるもんかい。だがそれがこの目ではっきりと見たっていうのは一体どこの幽霊なんだい。それがなんと絵描きの江戸川先生。江戸川先生。先生がいつ亡くなりましたね。え冗談も休み休み言ってもらおうじゃねえか。やっこさんからこのタバコを吸ったのは膝のほやほやだ。タバコは吸うものに決まってら。おい、よしこ。あ、姉子。今時分まで一体先生どこをほっつき歩いていたんです。何を平塚叩いているんだ。ぐずぐずしてないで、ひとっかし新井先生の道場を知らすんだ。新井先生に知らせるって何をです？ご主人が幽霊に喉を突き刺されて、八幡様の横に片足突っ込んでおいでなさるとね。え？じゃあ、あの新井の鉄心斎先生が。姉子、その幽霊っていうのは姉子の首だけの。余計なこと言ってないよ。
やっぱりそうか。グズグズしてないで早く言ってんだよ。姉御、すまねえがこれをちょっと預かっておくんなさい。おや、これは。今朝方先生からちょっと拝借したんです。取り戻しにでも来られるとたまらねえからな。なんだ、てめえ、この道じゃねえか。びっくりするじゃねえか。おお、どうした。びっくりさせん。おお、どうした。顔しやがって。ちっ、そっちゃ、はい、熱いのをどんどん持ってきてくんな。はいはい、はい、こら、あー、おめっつや。おやね、どう早くしておくよ。若いものってから行くにはなくてどう。はいはい、お待ちどうさま。ねえ姉さん、お前さんは女ながらも大した度胸だね。私はね、そこまで幽霊の友をしてきたんだ。この表ではぐれちゃったのさ。え？表で？おい、馬、今夜早死にだ。うん。相手震災は鋭利な担当用の凶器によって喉を一突きにやられておりました。何、あれ言うか。不審としますところは大阪屋へ出張まかりありまする上役の者3名の死骸、いずれも荒井手震災の発先にかかったと思われる点にございます、うん、なお担当を持ち荒井ほどの者を赤子のように足を託す者はよほど敵気の者と差し上げ、もうよい、もうよい。奉行所では上役のご出張を待っております。俺の人首じゃで休んでるでいい。はっ
で来ちゅうだで。そうじゃねえよ。返した。ありがとうございます。駕籠屋、わしはある事情で世を忍ぶ者じゃ。ここに背を向けて目をつぶり、数を四十分数えてくれ。
戸川さんの幽霊はどこ行っちまったんだろう。おい兄子、大関屋に帰ったとよ。あの廃止のに聞こえないのか。悪いことはした報いじゃ。みんな江戸川さんの執念だよ。え、今度は誰の番かな。姉子、おどかしっこなしたべ。だが、生きてる人間って死んだものには変わりきりがないもんだね。何万だ、何万だ。返すよ。とんでもない。もうちょっと預かってくんなさい。やだよ、こんなもの持ってて、あたしが恨まれちゃつまんないからね。そんなこと言わないで、足を立てると思って。お願いだ、お願いだ、お願いだ。行きなしたな。おや、おい、ま、本人らしいぞ。ちょっと入れてみない。はい、音がしたよ。おい、だけどね、獣みたいにふーっと消えたんだね。そんなこともよくあるからな。朝になったら気の張りになったようなことだな。まったくだぞ。だけどね、夢じゃねえだろうな。夢？うん。おいて、おいて、おい、クマ。ん？夢じゃなさそうだぜ。夢？うん。出た！おい、クマ。おい。出た。ドットさんだ。出た。え？幽霊だ。幽霊だ。幽霊。おい、クマ、これおめえ、俺のお嬢さんじゃねえか。どうせおめえ、あれも幽霊のせいだろうよ。幽霊？ちょっと待ってね。早く待ちね。落ち着け。男は。どこだ。
母屋を燃焼いたしました。土蔵内にはおびただしい小判の散乱いたし、その中に五兵衛とおぼしき彰子隊が仰向けになり両手を喉に当てておりました。これによって見るに彼は何者かのために殺害され死のち焼かれたものと察しられます。なおこれを立証するに居合わせた者どもが猛火の中を奉公するような無体のものを目撃したと申しております。ある者は絵描き江戸川乱山。何、江戸川乱山は、その者の言葉に基づき八方手配中にござります。次第は追って申し上げます。これ、待て行け。おー、待て。くせ者は当屋敷へ来るはずだ。手の者を残らずだと見て厳重に固め寄せ。姉御、なんだか想像しようですね。そうかい。およしこ、え、そばきりを暮らしちゃつまんないぜ。うん、ちょっと見ちゃう。あ、なんだか人殺しがあったようですね。姉御、姉御、姉御、
時代とともに、かなる現世の迫害をも退けるであろう。上は再びここへ帰れ。